お疲れ様です。ノーズダイブチャンネル、林です。いやー、昨日は取れなかったです。しんどかったです。はー、台風来てますね、もう。明日台風言うてるけど、どうなんでしょう。大阪の方は明日っていう話なんですけどね。明日、俺、第9で病院行かなあかんのですけど、落ち着いた天気でやってくれたら嬉しいんですけどね。 ちょっと今んとこ分からん感じですけどまあそんなこんなでえーそう鉄平の「今日も言わない」が復活しましたねありがとうございますようやったよねあれ結構更新せへんかったよねまあ毎日じゃなくなるかもしれないですけどでも更新してくれるみたいなんでありがたいっすわ でもなんかてっぺーの妹が素でおもんないって言ってるみたいでいやおもろいよおもろいで兄弟の感覚かどうかわからんけどまああとてるちゃんのお兄さんもおもんない言うてるみたいですね見てるんや見てくれてるんやねありがとうございますこれを見てくれてるかどうかわからんけどありがとうございますいやーどうなんやろ まあ人それぞれ、まああれ別に面白い話をしてるわけじゃないと思うんですけどね。その日あったこととか、そういうことを話してるだけやと思うんですけど、まあ、そういうのがあんまり受けてん、いやわからんな。ようわからんすわ。うん。おもろいで、てっぺ。俺は好きやで。入院中助かってたで、あれで。いやー、中華もあれやね つい今日俺初めて今年入って初めてあのセミの鳴き声聞き,聞きましたわならあのミンミンの方ミンミンゼミか油ブ,ブラゼミちゃうんかクマゼミか,なんかそんな感じの初めて聞いたっすわ今年やっぱセミの声聞いたら夏始まったなーって感じしますねあれ まあもうこれからこれからが夏本番ですからね、今までも十分暑かったんですけど、これからが夏本番なんかと思うと、ちょっと憂鬱ですね、本当になんか今、電気節電してくれみたいな、ねあの関東の方だけが知らないですけど、まあ節電に協力してくれっていう話らしいんですけどね。無理やろだっってああれちょっと前ニュースでなんか、あののー、の50代の男性の方が エアコンつけずに扇風機だけで過ごしてた熱中症で亡くなった言うてるでしょ。無理やん。エアコンはつけよう、みんな。あのー、そこはね、もうライフラインというか、命の危険があるのに、温度っていうかエアコン使えへんっていうのはようわからんので、皆さんエアコンは回していいと思いますよ。でもなんか、 一説によるとテレビが一番消費電力激しいんちゃうんかいみたいなまあそれもようわからんけどまあでもテレビもまあね見る人は見るからね娯楽の一つですからまあ極力見る時間を減らすぐらいしかないんでしょうねで節電言われてもね何もできひんだって暑いしエアコンつけんと死んでもうしね 暑すぎてまあてなわけでまあ、節電しようと思ってもできないいややろうと思ったら何でもできるんでしょうけどまあやろうとは思わないですね暑いからエアコンの温度上げるとかもね今の温設定気温っていうか温度が一番快適なんでやらないですねなんでね家帰ってストレス メなあかんねんって話になってまうんでね。あと、そう、最近で言うと、あの、au の電波障害。あれ、すごかったみたい。もう治ったのかどうかちょっと知らないんですけど、すごかったみたいで、ね、あの、電気工事で応援に来てもうてる方が、あの、au の携帯電話やったんですけど、全くあかんわ言うて。もう、困り果ててましたね。土日仕事の時ににわったんですけど。まあ、あれもね、 あのー、もうなったもんはしゃあないんでね、その後の対応どう,するどうしはるのか、俺は au じゃないんで、どうなんかなと思いますけど、なんか政府が怒ったとかなんか言ってますけどね、なんとかしろみたいなネタ、まあでも4000万人弱ぐらいに影響出たみたいなんで、ね、すごいなと思いました、やっぱ、三大キャリアっつうのか、ドコモと au とソフトバンクか、まあすごいですね、あれ。 英雄ユー,ザーの人どううししてたんでしょうねなんか LINE はつながるし、LINE はつながってたみたいなんで、LINE 電話でなんとかしてたんでしょうけどね、お年寄りの方とかはね、LINE 入れてへんかったりしたら、ね、大変なことになってたんでしょうね、あれ。まあ、そんなこんなで、ちょっと台風来てるわ、電波障害を切るわ、節電しろ言われるわ、みたいな1週間ですけど。 これから夏に向けて節電はずっと言われるんですかねあれ。いやいや、まあ、言われても、ま、守らないというか、協力できることはね、するかもしれないですけど、エアコンだけはちょっとね、さすがに、できないですね。で、そう、もうこれ、ノーズダイブの話でも何でもないな、これ。あかんのかなま、いっか。で、えー、てるちゃんの兄貴。 <laughs> とてっぺんの妹が今日も言わないよ面白くない言うてるみたいなんでねどう,どうしたらいいんやろなんか面白いことせいっちゅうことなのかなあれいや無理やで素人やでわしらうん無理,無理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 あの芸人さんとかじゃないんで,ねで別に YouTuber みたいになりたいってわけでもないんで別に 面白いことしたいって言うて沿ってるわけじゃないと思うんであれあれのおかげで俺らはねあのノズイグチャンネル継続してるんであれはやめてほしくない続けてくれてっぺ俺は見てるぞ毎日毎日っていうか投稿されたら毎回まあそんな感じですねあのこれから面白くなっていくかどうかわかんないですけどあの見てたら日常の一部になると思いますんで見てください 日常の一部にてっぺいを入れてください。習慣づけてください。なんか、歯磨いた後てっぺい見てるみたいな感じにしてくれたらいいんちゃうんかな。もう生活の一部、水飲むぐらいの感覚でてっぺい見るにしてくれたらありがたいです。俺は見ないでください。見ないでくださいっていうか、見てほしいけど、視聴回数のために。まあでも別に。 これを見て欲しくてやってるっていうわけでもないんで、いつ終わるかわかんないんでね、この一人ごとみたいなの頑張ってやっていきますけど。てなぐらいですかね。あとなんかあったかな。あ、そうや、また、いや、今週、うん今週の土日は休みやけど、来、あ、来週も休みなのかなわからんな。ちょっとね、今、予定が、工事の予定とかがね、まあ仕事ですね。 予定がややふやでちょっとね、あのー、うちの会社も工事で新人さん4人ぐらい入ったんですけど、まあ、そんだけ入っても手足りないみたいな、手足りない、車足りないみたいな感じで、今日いつもと背景違うと思うんですけど、これ、自分の車で今日現場行ったんで、車がなさすぎて、まあ、俺の車で行けるような、その脚立積むような仕事、脚立は使うんですけど、ちょっと。 仕事もう,てくもうてる人に、ちょっとすみません、貸してくださいって言って、借りたら済むぐらいのレベルやったんで、よかったんですけど。あそう、あの南山城っていうとこ行ってきたんですけどね。山城南南山城京都の方、行ってきたんですけど、あの道の駅で、南山城村っていう道の駅があるんですよ。あっこでちょっと昼ご飯食べたんですけど、あの、 豚丼、おいしかった。あれ、お米、色つけたん、色ついて、なんか味付けしたお米なんかタレでそうなったんかちょっとわかんないですけど、おいしかったです。茶、茶そばが有名らしいですね。ちょっと、あえて食わなかったんですけど、あえてというか、豚丼の方が食いたいなと思って、あと、鹿肉、ジビエ料理みたいなのも入れますよね。鹿肉鉄板焼きみたいな。 2000円はさすがに出されなんかったっすわ。自分だけの昼飯で2000円はしんどいなと思って。まあ、奈良とか京都とかやったらジビエとかも有名なんすかね。で、自分で焼かなあかんのも、まあまあ、まあ、あれやな、まあええわ。この話はしまい。ほんでね、あのー、うちの会社の同僚の尊敬してる方の知り合いがまた、 えー、劇、えー、舞台をやるみたいであの内容が三国志の内容みたいなんですよまあオリジナル要素入れてるのかどうかちょっと知らないですけどまあ初期初期の方というか董卓が出てくる辺りの話をするみたいなんですけどねうんニッチなとこ行ったなって感じですよねニッチでもないんやろうけど 唐卓ら辺の話で、呂布が出てこなのかどうか知らないですけど、なんかあのー演、演じる武将の名前にあったんが、唐卓とか、演章、演術、あと、なんてか、演なんちゃらもう一人おったあと曹操とか、えー、かな、があと、なんやあれ、名前出てこないんやけど、まあその辺。 だからあんまり、なんかそんなメジャーどころとか、まあ、曹操とかトタ卓とか知ってるんでしょうけど、演唱とか。でか諸葛亮とかの方には、あえて行かんかってんなと思って。見てみたい気持ちはあるんですけどね。その日、空いてたら行こうとは思ってます。あと、その先輩自身も、もう広報でお手伝いしてる舞台がまたいつかあるみたいな,みたいなんで、えー、それも見に行きたいなとは思ってます。空いてたらね。 でようやくコロナが収まってきた、まあ、最近またちょっと、またゾロ増えてきてるんかな、らしいんですけど、まあでも、舞台も復活し始めてるみたいなんでね、まあ、応援する気持ちっていうよりかは、単純にね、見に行ってみたいなっていう気持ちの方が今強いんで、まだできたら見に行こうかなと思ってます。頑張ってください、あの舞台関係者の皆さん,ん、ミラダル、大事なとこで噛んだね。なんやろ、これ。あかんのかな、俺も。 言葉がね、渋滞しとるか。マスクのせいかなこれマスク外したらよう喋れんのかな俺。関係ないか。お前な。まあ、あの、舞台関係者の皆さんも心待ちにしてる舞台やと思うんでね。全力でやるんでしょうね。楽しみです。ぐらいかな。まあ、明日はちょっと僕、あの、冒頭にも言いましたけど、休みなんで,で、病院行ってきます。台風直撃、直撃するのかなまだニュースちゃんと見てないですけど。 明日は土砂降りとか言うらしいんでね、気をつけて行っていきたいと思います。皆さんもお体には、なーん、やろうね、この甘神きついわ、ほんま。お体にはお気をつけて、あのー、そう、健康診断の結果帰ってきたんですよ。簡易健康診断なんですけどね。何やったかな。一個だけ、あのー、要検査みたいなのがあって、二度心房ブロックかなんかわからん。 まああの不整脈の類のやつが見受け確、確認しましたか、なんかかな、ああまた精密検査受けろみたいな書いてあったんですけど、めんどくさいなと思うんですけど、もう頭の病気のことがあるんで、ね、まあ、受けなあかんねやろうなって感じです。皆さんもちゃんとね、あの人間ドックとか、えー、健康診断とかちゃんと行ってね、あのー、早期発見、早期治療、もう。 早期発見早期治療。いけた今。いけたよな。うん。早期発見早期治療が大事なんで、えー、健康診断行ってください、皆さん。あのー、大丈夫やと思ってても、中のことはみんな分からんので、ね、ちゃんと病院行きましょう。コロナが怖いかもしれないですけど、病院行きましょう。今日はこれぐらいかな、もう14分か。これぐらいにしときます。 えー、今日も、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、とまた、ノーズダイブのね、えー、サーフィン動画とか、ノーズダイブの穴とか、ザキが編集してくれてるね、動画もあるんで、てるちゃんとかも出てるんでね、最近はタケが出てきた動画もあるんで、えー、よかったらそちらご覧になって、えー、チャンネル登録、高評価等々よろしくお願いいたします。あと、えー、てっぺーがやってくれてる、えー、TikTok、TikTok やってるのかどうかちょっとね、わからないんですよ。今やってるんか。 インスタグラムしか俺アプリ入れてないんで。でも、TikTok、えー、インスタグラム、等々もね、見に行ってもらって、よければ、えー、ねフォ、フォロー、フォロー、ギブミーフォロー、んフォローしてください。えー、それでは、また後日お会いしましょう。えー、本日もご視聴ありがとうございました。えー、ごゆっくり晩酌等々お過ごしください。 えー、ちゃんと寝てくださいね、朝ごはん食べてください。お疲れ様でした